大霊界、丹波哲郎の言葉。地球上に生きてるものの中で、自分はいずれ死ぬんだと、分かって生きているのは、人間だけなんです。だから、人間以外の生き物は、その日、その日を精一杯、生きることだけに、専念しているんです。いずれ死ぬことを、知っている人間は、死を恐れています。怖いんです。では、どうして怖いのか、真実を知らないからなんです。あの世のことを知らないからなんです。この世からあの世に持っていく最大のお土産というものは、金でもなく地位でもなく、名誉でもなく、なんと、温かい心と優しさだけなんです。続きは次の動画でお伝えします。